東大寺東大寺二月堂二月堂西正面二月堂、手前は、法政社と両弁杉二月堂から、奈良市街方面を見る、左奥の大屋根は、大仏殿、習字会の応対松東大寺二月堂は、奈良県奈良市の東大寺にある、奈良時代創建の仏堂。現存する建物は1669年の再建で、日本の国宝に指定されている。奈良の早春の風物詩である、お水取りの行事が行われる建物として知られる。お水取りは、正式には、習字会といい、8世紀から連綿と継続されている宗教行事である。二月堂は、習字会の行事用の建物に特化した、特異な空間構成を持ち、17世紀の再建ながら、習字会の作法や、習俗ともども、中世の雰囲気を色濃く残している。本項では主に二月堂の建築と本尊について述べる。習字会の行事の詳細については別項、習字会を参照。東大寺全般については東大寺の歴史の項を参照。二月堂は東大寺金堂の東方、坂道を上り詰めた丘陵部に位置する11面観音を本尊とする仏堂である。すぐ南には三月堂の通称で知られる。法華堂がある。これらの堂が所在する一角を上院と称し、大仏開眼以前から存在した東大寺の前身寺院があった場所である。東大寺は治承4年の平重衡の陛下と永禄10年の三好、松永の平乱とにより、創建時の建物の大部分を失っている。二月堂はこれらの陛下では、類焼を免れたが、寛文7年、習字会の満行に近い2月13日に失火で焼失。現存する二月堂は、その直後の寛文9年、江戸幕府の援助を得て、従前の規模、形式を踏襲して再建されたものである。習字会は、大仏開眼供養と同年の天平正法4年に、初めて行われたとされ、二月堂の創建も、この時とされる。ただし、堂の創建については、同時代の資料に言及がなく、確実なことは不明である。二月堂や南隣の法華堂付近は、大仏開眼以前から、東大寺の前身にあたる、福寿寺や金珠寺などの寺院が存在したところであり、二月堂前の、仏、正夜の解体修理に伴う発掘調査によって、前身寺院の遺構や8世紀前半の瓦が出土している。二月堂縁起絵巻等が伝える自伝によると、習字会の始まりは次のようであった。天平正法3年のこと、実中が、笠木の流血の奥へ入っていくと、そこは、都卒天の内院に通じており、そこでは天神らが、生身の十、結果とは、読んで字のごとく、自らの過ちを観音に懺悔することである。実中はこの行法を、人間界に持ち帰りたいと願ったが、そのためには生身の11面観音を祀らねばならないという。下界に戻った実中は、何わずの海岸から観音の従するという海の彼方の不堕落山へ向けて、香花を捧げて供養した。すると、その甲斐あってか、100日ほどして、生身の11面観音が海上から来合した。実中の監督した観音は、銅製七寸の像で、人肌のように暖かかったという。以上は説話であるが、ここに登場する実忠という人物は、その出自等の詳細は不明ながら、実在の僧である。東大寺要録に引く、東大寺見、別当実忠29箇条に、実中自身が、去る天平正法4年から大同4年に至る70年間、毎年2月1日より27日の間、11面華経を奉仕したという意味のことを書き残しており、これが、習字会の創始を天平正法4年とする根拠の一つとなっている。ただし、天平正法4年から大同4年は、70年ではなく58年である。習字会の大松明天下前の駕籠対松二月堂という、仏像の特色を理解する上で、習字会との関連を知ることが不可欠である。東大寺の習字会は極めて複雑で多彩な内容を持った行事であり、ここではごく大まかな概要のみを説明する。習字会は旧暦の2月27日にわたって行われる行事で、二月堂本尊の十一面観音に対して、自らの過ちを懺悔し、国家の安定繁栄と万民の幸福を祈願する十一面華歌、法要である。現在では、新暦の3月1日から14日まで行われている。法要は練行衆と呼ばれる、特に選ばれた11名の僧が執り行う。行事の中心となるのは、内陣で行われる、6時の行法である。これは1日のうちに、日中、日没、初夜、半夜、午夜、陣朝の計6回の行法を行うということで、日によって時間は前後するが、日中の時は午後1時前後、初夜の時は午後7時前後、陣朝の時は深夜1時前後に行われる。行法は、華歌作法、祈願作法、呪言作法に分かれる。このうち、華歌作法には三下行道、称名華歌、宝号、五体統治などが含まれる。法号とは、練行衆が、南無観世音菩薩の名号を繰り返し唱えるもので、作法の一つの山場となる。6時のうち、初夜の時と午夜の時では、華歌作法の後に祈願作法と呪言作法が行われる。祈願作法の中心は、神明帳と過去帳の法読で、それぞれ日本全国の神の名と、古代以来の二月、堂ゆかりの人々の名を読み上げるものである。呪言作法は、密教的手法である。練行衆は、日中の時と日没の時を終えた後、一旦参道所へ引き上げ、初夜の時の際に改めて神道する。この際、神道する練行衆一人一人を松明が先導する。松明はその後、二月堂正面の舞台を巡り、観客に向けて火の粉を撒き散らす。いわゆる、お松明である。この、お松明は、連日行われるが、中でも水取りの手法直前の3月12日の夜には、加護松明と呼ばれる特大の松明11本が二月堂の舞台から突き出され、周辺は見物客でごった返す。上述の毎日の作法以外にも様々な行法が行事中に織り込まれている。中でも3月12日から14日まで行われる脱炭の行法と12日深夜に行われる水取りの行法は著名である。脱炭は異国風の帽子をかぶり、8.2 分した練行衆が次々に内陣正面に走り出て、鈴や釈状を鳴らしたり、太刀を振り回したり、ハゼを撒き散らすなどの所作をするもので、クライマックスは、加点役の練行衆が長さ3メートルもある大松明を抱えて飛び跳ね、内陣を一周した後、その松明を雷道に向けて投げ倒し、火の粉を撒き散らす松明火事である。脱炭の語源も意味も不明であり、謎に包まれた行法である。習字界の代名詞となっている水取りは、3月12日の午夜の時の途中に行われるもので、二月堂前にある若菜から香水を汲み上げ、十一面観音に捧げる儀式である。これは伝承では、若狭国のお乳明神が湧き出させた霊水であるとされている。このように、習字界は密教や神道の要素や春向かいの民間習俗を取り入れた部分もあり、極めて複雑で謎の多い行事である。三月堂より望む二月堂南面建物は、東大寺大仏伝統法の丘陵地、東が高く、西が低い傾斜地に、西を正面として建てられている。二月堂は、治承4年の平重衡の陛下では、焼失を免れ、奈良時代の建物が、近世まで存続していたが、寛文7年、習字会の最中に失火で焼失。現存する二月堂はそれから1年足らず後の寛文9年に、将軍、徳川家綱の援助で再建されたものである。江戸時代の建築とはいえ、その内部構成等は、後述のように、従来の形式を踏襲している。江戸幕府の援助によって建てられた近世仏堂の代表作であるとともに、長い伝統と多くの謎を含んだお水取り行事の場という目的に特化した特異な建築として高く評価され、平成17年12月27日付で国宝に指定されている。平面規模は正面7間、奥行き10間で寄せ棟造り、妻入り、本瓦葺きとする。なお、ここで言う、間は、長さの単位ではなく、柱間の数を表す、社寺建築用語である。寄せ棟屋根の三角形の妻を正面に向け、最前列の一間通りは吹き放ちの舞台とし、高欄を設ける。お水取りの松明を突き出すのはここからである。建物は傾斜地に前半部分がせり出すように建てられ、床下に組んだ柱で建物を支える掛け作りである。こうした様式は、清水寺、石山寺、長谷寺などの観音を本尊とする寺の本堂に見られ、観音が南海の不堕落山に住むという経典の諸説に基づくものである。上り廊道の手前左右に階段があり、堂への通路となっている。北側の階段は屋根付きで上り廊と称され、蓮行宗が参道宿舎から二月堂へ上道するときに、ここを通る。南側の階段は3月12日深夜の水取の時に若狭へ降りる際に使用される。堂の手前には鎮守舎の一つである構成舎があり、その脇に両弁杉がある。また、堂の下方には習字会に関わる付属建物である参道所、赤井屋、仏、庄屋、湯屋などが立つ。堂内の構成は複雑で、一般的な仏堂建築とはかなり異なっている。平面は前述の通り正面7間、奥行き10間で、後寄りに3間の内陣を設ける。内陣中央の趣味壇には、秘仏本尊の11面観音を安置し、その周囲は、習字会の様々な作法が行われる場で、蓮行宗以外の立ち入りは禁止されている。内陣外側の左右と背面は1間幅の外陣となり、外陣のさらに外側は、小部屋に仕切られ、局と呼ばれている。内陣の手前は5間3間の板床の雷堂となり、雷堂の左右は、北が肝心の間、南が冷時の間と呼ぶ小部屋になっている。雷堂の手前にも局があり、西局と呼ばれる。西局の西側、すなわち建物の正面は吹き放ちの舞台となっている。二月堂の内部は、以上のように、内陣を外陣が囲み、それをさらに、局が囲むという複雑な構成になっている。ただし、創建当初からこのような複雑な構成だったわけではない。東大寺要録、書院章には、3間2面久しからぶき2月、堂和弘とあり、これは、間口が3間で、前後2面に久しがついた小規模な建物で、ちょうど現在の二月堂の内陣部分に相当する。現在の二月堂においても、内陣は周囲を、3カラットで区切った閉鎖的な空間であり、内陣部分のみを覆う、切妻造り板葺きの屋根をかけ、内陣自体が独立した建物のような構造になっている。内陣の北、東、南の3面をめぐる外陣は、石敷きの土間となっており、雷堂の内陣寄りの部分もやはり石敷きの土間で、内陣は四方を土間で囲まれている。このことも、内陣が本来一つの建物であったことを示唆する。建築士屋の研究によれば、当初、3間2面久しの小規模な堂であったものに、まず雷堂が付加され、鎌倉時代には内陣の3面に久しが付加され、さらに雷堂にも久しが付加されるという経過で、現在のような規模に発展したものと考えられている。二月堂の手前に、構成舎、東北に、お入舎、東南に、半道舎がある。お入舎は、お水取りと縁の深い、若狭のお入明神を勘定したもの。半道舎は由来は、はっきりしないが、実中ゆかりの地である、近江国甲賀郡の半道神社を勘定したものとされ、構成舎は、東大寺の地主神である。習字会の初日である3月1日の夕方と、法会終了後の3月14日深夜には、蓮行宗が、習字会の滞りない執行を願い、感謝するために、蓮行宗がこれら3社に参詣する。これを、送信所と呼んでいる。二月堂の本尊は、大小2体あり、いずれも11面観音である。1体は、内陣中央に安置され、大観音と呼ばれ、もう1体は厨子に収められ、通常は大観音の手前に安置されているもので、小観音と称される。大観音。小観音ともに、絶対の秘仏で、習字会の法要を務める、蓮行宗さえもその姿を見ることは許されない。習字会は、旧暦の2月、現在では3月1日から14日までの間、執行されるが、その14日間のうち、上7日は大観音が本尊とされ、下7日は代わって、小観音が本尊とされる。大小2体の本尊が存在する理由、習字会の前半と後半で本尊が交代する理由については明らかではない。大観音は習字会の作法が行われる内陣の中央、4本の柱で囲まれた高い須弥壇の中央に立つ。習字会の期間中、須弥壇の周囲は、椿や南天の造花、檀友などで荘厳される。須弥壇の内側には4基の宝塔が立ち、そのさらに内側に大観音が立っているはずであるが、厚い帳で囲まれていて、安置状況は全く伺い知れない。一方の小観音は、宝行屋根の厨子に収められている。この厨子にはそもそも扉がなく、会費はありえない。厨子の下部には、神社の神輿のような長絵がついている。実際、この厨子は、神輿とも呼ばれており、習字会の上7日の最終日である3月7日の、夕方には練行衆によって担ぎ出される。この小観音の厨子は、通常は大観音の手前に安置されているが、年に2回、2月21日と3月7日に移動する。2月21日は、神輿洗いと称し、厨子が来堂に運び出されて、丁寧に吹き清められる。これは3月1日からの習字会の本行には、含まれない準備段階の行事である。吹き清められた厨子は、その後内陣に戻されるが、その際、大観音の手前ではなく、背後に安置される。そして習字会の前半の上7日の間は、大観音が法要の本尊となり、小観音は影に隠れたままである。ところが、3月7日の夕方から深夜にかけて、小観音出御と小観音後入れという儀式が執り行われ、にわかに小観音が主役となる。小観音出御は3月7日午後6時頃から行われるもので、それまで大観音背面に安置されていた小観音の厨子が、一旦内陣南西の角に仮安置されて、準備を整えた後、来堂に運び出され、香炉、灯明、花などで供養され、厨子の前に置かれた机には、檀友が積み上げられる。その後、深夜0時過ぎには、小観音後入れが行われる。これは来堂に運び込まれた厨子を再び内陣に戻す儀式で、厨子は一旦外陣に入り、外陣の北、西、南を一回りした後、内陣の大観音の正面に安置されて、以後、下7日の本尊は小観音となる。小観音の厨子は寛文7年の2月同消失後の作で、最下部には波を表す文様があり、雲に乗った観音のご正体が取り付けられている。これは、二月堂縁起に言う、生身の観音が、海の彼方から何わずへ来迎したという伝説を表すもので、小観音が、不堕落渡来の生身の観音と信じられていたことを意味する。習字会の前半と後半で本尊が入れ替わることの意味については、諸説ある。平安時代後期に、大江知上地が表した、七大寺巡礼式は、東大寺検索院について述べた部分で、習字会について触れ、毎年2月1日には、宝蔵から小厨子を担ぎ出して、本尊の前に置くという口伝のあったことが記されている。また、仏教図像集である、覚禅抄巻第45は、11面観音の供養法について述べた部分で、東大寺2月堂の行法は27日の行であり、第8日目に、印象の像を奉迎すると説明している。印像とは、東大寺にあった蔵の一つであり、これらの文献の記述から、小観音は、習字会専用の本尊で、平素は宝蔵に収められ、二月堂内には安置されていなかったものが、いつの頃からか二月堂に常時安置されるようになったものと推定される。河村智之は、二月堂集中連行集日記の旧安4年2月5日の上に、普通後観音語法伝という語の見えることを重視し、2月5日の時点で、普通語、つまり、本尊の後に、観音の法伝があったということは、小観音が蔵の中ではなく、2月堂内に安置されていたことを意味するもので、小観音が印蔵から2月堂へ移ったのはこの年、以前であろうとしている。前述のように、大観音、小観音ともに、絶対の秘仏で、一般公開は愚か、写真も公表されていないが、中世以前には、今ほど、絶対的な秘仏ではなかったらしく、仏教図像集には、大観音、小観音の図像も見られる。小観音の図像は、当時観地院久蔵の11面相という図像集に見える。これは、津の脇に、東大寺院蔵像との中記があることから小観音に間違いないと見られるもので、図像的な特色は、図上の11面を上下4段に積み重ねるように表す点である。高野三世南院所蔵の覚禅章11面観裏書きには、二月堂の中記のある11面観音の頭部のみの図が2点あり、うち1点には、頭上面を上下4段に積み重ねるような描写が見られることから、この図が小観音であり、もう1点の図が大観音を描いたものであると思われる。大観音、小観音ともに絶対の秘仏であることは、再三説明した通りだが、大観音の同性交配のみは一般公開されている。これは、寛文7年の二月堂の火災の際に破損した同性交配の残片を集めて、板に貼り合わせたもので、心甲部は高さ 226.5 センチメートル、頭甲部は最大径 72.3 センチメートルである。心甲部は船形で、回線で、内、中、外の3区に区切り、外縁には火縁型を表す。表裏とも前面にタガネによる線刻で、多くの仏菩薩像を表す。交配断片は板に貼り付けられていたため、裏面の図様は長年、表面は上段中央に5体の如来像、その周囲に諸菩薩を表す。中段は中央に大きく千手観音立像を表し、その上と左右には52の格子状の区画内に1体ずつ表された如来坐像を表す。下段は神仙像などを表す。裏面は上段に仏菩薩の群像、中段には大仏連弁に見られるような展開図、下段には須弥山図を表す。頭甲部は、結出部が多く、図様の細部は定かでない。大仏連弁の線刻が、飛相のない均質な線で刻まれているのに対し、この交配の線刻は線に抑揚が見られることから、同じ奈良時代でも、大仏連弁よりは、年代が下ると見られている。この交配は、明治34年に重要文化財に指定されている。ありがとうございます。